盛岡市上田、田んぼの上と書いて上田、僕のホームグラウンド的な場所だ。いつもチャリンコで通る場所、歩いて通る場所、病院が用意をする場所なのだ。今日はいつもとは違う視点でこの街をぶらついてみる。先日降り積もった雪がいいアクセントになっている。歩いていると時を忘れ、ただいい被写体を探しまくるのだ。この建物は何だろう。バスケットのゴールが設置されているではないか。細い路地が多いのもこの町の特徴だ。昔は生活用水の流れる水路だったんだろう。今年のつららは例年以上に大きいようだ。右手奥に見えるのが高校のグラウンドのネット。この街路樹がなかなかおしゃれなんだ。実はこれ、僕がお世話になった病院のもの。昨年は病室から眺めていたよ。この建物がこの路線では最も印象的だね。今は営業されてないが、昔はお米屋さんだったんだろう。奥に開けた飲食店街。僕が頼んだのが四川風味噌ラーメンでございます。実は私、辛いのがあまり得意じゃございません。辛いけどもコクがあって美味しいです。でも今にもむせて咳き込みそうな塩梅でございます。憎きあいつのせいで咳き込むのはご法度でございます。ちょっとごほんごほんとしただけで犯人扱いでございます。もう生きにくくてしょうがありません。辛いの食べたらむせて咳き込むのが当たり前じゃないですか。これでは全国で四川風と歌うお店はたまったもんじゃありません。あそこ行ったら犯人扱いされるかもしれないからと敬遠されてるかもしれません。東京で満員電車乗ってる人たちはどうされてるんですか。冬のこの時期、カラッカラに乾いた車内でどうされているんですか。僕は東京で仕事している頃、あまりにも乾燥した車内でよく咳き込んでしまったものでした。
大手町から半蔵門線に乗り、渋谷から田園都市線に直通です。多摩川を渡ったあたりが我慢の限界でした。喉に住みついたイガイガ虫が騒ぎ出すのです。どうしても喉が弱い私にとって冬の電車は最悪の乗り物でした。それでも電車に乗らなければ通勤などできるはずもありません。今のこの状況で東京勤務でなくてよかったです。東京では未だになんちゃら警察という人たちが幅を利かせてるんですか。同じ文面のツイートをたくさんのアカウントを使ってつぶやいているんですか。そんな生産性のないことをしないで、もっと社会に役立つ活動をされたらどうでしょう。ラーメンの一杯でも食べて、苦境にあえいでいる飲食店の皆様に少しでも貢献されてはいかがでしょうか。おっと大変、四川風味噌ラーメン美味しかったぜおっちゃん。マニアックなお店に似合う味だったぜおっちゃん。いやー、帰りにいい夕日見つけたぜおっちゃん。